ふたりパパ。みなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今回の動画もまたまた日本滞在編、福井は池田町での里山滞在記。濃厚接触者となり実家にも帰れず困っていたふたりパパ家に差し伸べられた人の優しさ、スウェーデンから来た家族が日本の原風景ともいえる夏の里山で見たこともない生き物と遭遇、そして地をつく美味しい食事にびっくりハプニングも見逃しなく。それでは行きましょう、ふたりパパの自主隔離だけど日本の里山滞在記。今回のふたりパパ家の日本旅行、日本の美味しいものや楽しいことを満喫しながらも6週間の滞在中、講演会やミツパッパが翻訳した本の観光イベントなどで忙しくもしていました。その一つに福井の YouTuber かずえちゃんと行うものもあり、7月15日金曜日、東京から福井へ向かいかずえちゃんと合流。土曜の朝には自主検査も行い、イベントも無事に進んでいたのですが、なんと日曜日の未明にかずえちゃんが発熱。ちょうど新型コロナの感染者数が爆発的に増え、もう誰がなってもおかしくなかった時期、ふたりパパ家の3人も濃厚接触者に。月曜日には名古屋の実家に帰る予定でしたが、高齢の両親の家に行くのもはばかられ、どうしようと困っていた時、ふたりパパ家に救いの手が差し伸べられました。もともと日曜日の夜からプライベートでかずえちゃんと一泊する予定だった福井県池田町のホテルファームハウスコムニタのおかみで、かずえちゃんの顔なじみのミカさんがちょうど夏休み直前で休み取ってて、他の宿泊者さんもいないから陰性出るまで泊まっていきなよと嬉しいお申し出。病院に連絡をした際、接触後決まった期間の後に2日連続で陰性が出れば大丈夫とアドバイスをもらい、それまでは滞在させていただくことに。その池田町までは福井市中心部から車で約40分。これまたかずえちゃんの福井の仲間の初美さんに車で送っていただくことに。もうこの時点で日本の、いや福井の方の優しさにメロメロのミツパッパなのですが、この後の滞在、隔離期間といえど家族3人、とてもゆっくりした時間を過ごすことができました。ここファームハウスコムニタは農家さんが地域活動を始め、それが講じてできたホテル。お部屋には農作物の名前が書かれています。僕らのお部屋はさつまいも。まずはルームツアーから。書道やってます。今回ご用意いただいたのは洋室のデラックスツインなのですが、ベッドが2つと、じゃあ今日はもう一つベッドを用意してもらいました。天井が高く開放的で、早くあの眺めを見たいところですが、簡単なキッチンもあるんだね。キッチンもついていて、地元の旬のお野菜などを自由に調理もできるとのこと。これ福井のイベントでいっぱいいただいたプレゼント。そしてお部屋はトイレバス付きですが、眺めが素晴らしい大浴場もありますよ。障子がいいね。テレビやデスクがあって、ここの景色が最高です。とその間に夕飯の時間。もともと予約していたこの日はお食事を出していただけることになりました。素敵なご飯、器も素敵、全部。ああ、美味しそう。すいません、いろいろお気遣いいただいちゃって、もう本当に大丈夫ですよ。大喜びなメニューだと思う。いただきます。いただきます。パーセントすごいかないけど、でも9割ぐらいは取れたものかな。うわすごい。うわ天ぷらもすごい。よフリティーラでくれんさっき。美味しそう。うわこれは美味しそう。絶対美味しい。これのスープ、これはね、コシノロビーっていううちの特産のトマトがあって、それの冷製スープにしたもので、牛乳じゃなくて豆乳を使ってます。あーそれは相性良さそう。牛乳は買いけど豆乳は何？豆乳はね、そうやミョルク、そう欲しそうで今わかる。そのスープのお味は？美味しい。
どうこのトマトのスープ。うん、あ、胡椒も後から来る、黒胡椒が。ということで、この豪華な食事のご紹介。こちらがさっきも出てきた福井が誇る極寒トマト、コシノルビーと豆乳の冷製スープ。こちらの3つが左から根曲がりだけのメンマ風、山菜の小ごみと海苔のごま和え、福井で採れた焼きサバときゅうりの酢の物、そしてこちらが天然なめことつるむらさきの醤油和えに、これはコシノルビーと香味ソース、そしてこちらがこれ郷土料理でね、この辺でチンコロイモっていう名前の小芋を醤油と砂糖で煮詰めた保存食として作られてきた郷土料理。そしてこちらはもやしと春雨のサラダを手作り人参ドレッシングで、これは池田で採れた三色じゃがいものポテトチップスに、ヤマメと野菜の天ぷら盛り合わせ、福井名物の厚揚げは美香さんのご実家のお豆腐屋さんのもの、そして福井県のブランド牛若狭牛のさっと焼き、それに越前そばで炊きたての土鍋ご飯。いやー、もうどれも美味しいものばかり。野菜好きな2人パパはどの野菜も味が濃くて旨味が多く、たくさんのバラエティのある調理法で完全に満たされました。うちここみんな仲間で作ったから、とその初め地域活動をやってる仲間がいて、その地域活動の仲間たちで春の田植えと秋の刈り取り体験っていうのを年に2回やってたんだけど、地元の人には当たり前なんですけど、あ、都会から来たりね、全然違うところに住んでる人だったらこんな美味しいって言ってくれるんだと思って、そういうのをこう出したりしながら、なんか農業しながら出したりできるようなところをみんなでやりたいねみたい なんかだから地域活動が元々の元になるので、だからこんなに暖かい雰囲気で田舎の親戚の家に遊びに来たようなリラックスした雰囲気になるんだなぁと納得したミツパッパなのでした。そして食事を終えると、ミカさんが懐中電灯を貸してくれて外へ案内してくれることに。ミツパッパも初めてのあれ見に行きますよ。ちょっと弱いね。あ、でもついた、大丈夫、接触だけだと。コムニタからほど近く、杉木立の間を進んでいくと、ミカさんの秘密のスポットへ。真っ暗にした方がいいと思いきや、ミカさんは車のハザードをつけっぱなし。でもこの点滅がホタルを呼び寄せるのだそう。あ、上にいる。あ、本当だ。あ、こんな近くに。初めて見た。これもすごい、これあんな遠くにいてもチカチカしてる、なんか星が動いてるみたい。これ見て、これ捕まえた。捕まえた。おー、捕まえた。見せて見せて、ちょっと静かに。捕まえた捕まえた。はい、すごい、すごい。ほら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 、光ってるじゃん。なんで明るいの時に光ってないの？見えないね。見えないだけ。一回じゃあ電気消してごらん。光ってるじゃん。オッケー。ほらほら。お尻光ってるじゃん。ピカピカしてるね。ピカピカしてる。え、ここにいる？ほらほら。あ、それ本当だ。ちっちゃい。これちっちゃい。ほら、あげようか。なかなか。映せないでしょ。映せない。あ、でも止まった。うん。あ、くすぐったい。森林が 90% を占め、阿蘇川の上流部に位置する池田町は水がきれいで、ホタルが住みやすい条件が揃っています。ゲンジボタル、平家ボタル、姫ボタルなど時期によって見えるホタルは違うそうですが、今見えているのは淡い光の姫ボタル。池田町では十数年前から町を挙げて無化学肥料減農薬栽培米にする取り組みを行い、それ以来こうしてホタルが戻ってきたのだそう。ほら、今見て、うん、すごい、なんかポケットにポケットが光ってるみたい。あー、すごい、あそこ、あ、ここ、
美香さんは今日は少ないなって言っていましたが、それでも他にはないホタルでしか放てない光を見ることができて、貴重な体験をすることができました。ホタルパパ、そして翌朝、いただきます。豪華な朝食をいただくと、お外で過ごします。カエルいた。日本のカエル毒ある？毒はない。これは毒ないよ、全然大丈夫。そんな風にしてゆっくり過ごしたその日の夜、差し入れにいただいたお惣菜で晩御飯を食べたのですが、梅干しが手作りの梅干しで、てかパパ梅干しどうですか？うん、美味しい。ナイス、ね、美味しいよね。しかもシソ、そう、赤じそね、添加物なしの梅干しです。これであとは出ないといいんですけど、コービットが。コムニタさんで漬けた無添加の梅干し、免疫力をアップさせるというクエン酸が含まれるということで、ミカさんが滞在中毎食1個ずつ食べてと用意しておいてくれました。そしてこの夜は息子くんが楽しみにしていた花火の時間。花火を持って外に出ると、光に集まってきた生物がいっぱい。これクワガタじゃない？カゴ持っておいで、カゴ。捕まえた。見て見て、ほらさっきのセミの幼虫がほら登ってきたでしょ。これ木の上に行くと、本当はこれクマさん。レインボーフラッグ持ったクマさんだけど、高いところまで行ってちゃんと安定するとこ捕まったら、そこの中からセミが出てくるんだ。それ見たいでしょ、うん、だからこのまま待っててあげて、花火やりながら。だからこのカエルさん、このさ、このカエルさんはこの虫を食べに来てるんだよ。そして花火の準備をして、まずは吹き上げ花火でスタートを切ることにしたのですが、そこで息を呑む出来事がありました。おい、ちょっと、大丈夫？大丈夫？落ちた？落ちた、大丈夫。大丈夫？うん。おい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 、おい、ちょっと、ここ、すごい、びっくりしたね。大丈夫、大丈夫だった？ちょっとびっくりしたぐらい、でも、何も、なんか、ローンだけだった。よかったね、芝生でね、下が。芝生ね。1メートルぐらいあった段差にもかかわらず、幸いにも下が芝生で手のひらを少し擦ったぐらいで済みました。暗かったせいなのか、本人も何が起こったかわからないまま、また花火に夢中になったようでした。でもなんと、そのたった数分後。あ、ねえ、パパも Sleeping in the back of a van, roaming in the wilderness. We'll never need a plan. We'll be alright, just you and I. Singing from the top of our lungs, dancing by the lakeside. Gonna do it while we're young. In a moment, it will all be gone. You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret. まあ、全部体出たんじゃない？でも、なんで落ちてない？なんでだろうね、なんで落ちてないんだろう。ああ、かった、僕たち見てるから。あ、見てるから、はい、
たるからかも。そうね、光があるからかもしれないね、直接当たって。ちょっとまだ時間がかかりそうと先にみんなでお風呂に入り、戻ってくると、すごい、本当にフィルマしてきた。やばい、やばいよ、怖い、やばい、超でかい、ほんまそれ本当にキング。え、もしかしてあのセミ食べちゃう？もう出た、見た、うん、膨らんだ。魚を触ってもいい？ちょっと水のポは触りたくない。かわいい、かわいい、顔怖い、顔怖い、イボイボしてるね。あんた触んの？触ったら動くから。え、おー怖い、けど触った時は膨らんだ。どういう感触だった？怖かった、グラビー動いてるかな。下出たね。あ、逃げた。もしかしたらもう僕、人間が怖いかな。パパ、ビソメイギガンティスクローブだ。よ、オキゼミハデウチメクラテルフクセン。見せて。あの、タスクです。今回の滞在中、一泊目以降は素泊まり料金だったにもかかわらず、ミカさんはいつもご飯を炊いてくれて、うちの残り物だけどってお惣菜や梅干しを冷蔵庫に入れておいてくれたり、唐揚げを買ってきてくれたり、コムニタで作ってる米粉パンを持ってきてくれて、食べるものには困らず、というかむしろ贅沢な食事をいただけて隔離だというのを忘れるぐらい、池田の方の優しさが身に染みた滞在となり、忙しかった日本滞在の中、池田の山にゆっくり休みなよと言われているようで、体と心を休めることができました。しかも周りには誰もいないので、息子くんとはいっぱい外で過ごしました。あれ見た？お米の中にはお水が入ってるね。お水の中から出てきてるね。あ、捕まえたね。あ、飛んでしちゃった。2つ青いの？塩辛トンボかな。お、すごいじゃん。あ、黄色いチョウチョ捕まえたね。どう？ピース。ピース。また後で逃がしてあげるね。てかパパに見せてあげるじゃん。白いの。白いの捕まえた？すごい上手じゃん。じゃあそれリカパパに見せに行こうか。貴重な体験ができた池田町での5日間でしたが、いよいよお別れの時。そうしてゆっくり過ごして免疫力が上がったのか、その後全く症状は出ず、指定された2日間の検査で陰性が確認できたということで、めでたく自主隔離解除となり、コムニタとはお別れ。その後隔離で見られなかった池田町を駆け足で案内してもらい、最後は片道40分かけて福井駅まで送っていただくことに。最後の最後までお世話になりました。そして僕ら二人パパ犬は福井を出て、みつパパの実家がある名古屋へと向かいました。そして3年ぶりの実家のご飯、息子くんもプレゼントをもらって大喜び。名古屋での様子はこの後の次回予告をお見逃しなく。
さーて、来週の二人パパは？リカです。日本の田舎っていいですね。採れたての野菜や山菜、僕の大好物なので本当に元気をもらいました。息子くんも日本の夏や虫捕りを楽しんだみたいで、僕も嬉しかったです。この後名古屋編では三尾の家族や息子くんのいとこたちと会えてよかったです。でも本当に暑かった。さて次回は吹き出す汗とレゴランド、海賊との戦い、これが僕のヘビロテライドの3本です。次回もまた見てくださいね。Stan sucks for us for bloody 白いのは多分練乳だと思う。好きじゃない？甘くて美味しいよ。